という話ですね。これが2つ目のオプションになります。はい。で、ここからですね、ちょっと変わるんですけども、いわゆる今までは冒頭にも話したこの四角形をつくことっていうのが、ね、最初に共有したこのゾーンの話でいくと、フィニッシュゾーンに前進していく際にめちゃくちゃ大事な一つスペースになりますよっていうところで、じゃあそのスペースをやっぱり3412、もしくは普段皆さんがプレイしている4312でも割と同じことを言えると思うんですけども、なかなかつきにくいっていうところで、じゃあ動きながらどうやって活用していくのか、そこの方法っていうのを2つね今紹介したんですけども、今かこれからですねちょっと違った視点でもう一つパターンを見ていけたらなと思います。全体の構造は一緒ですね、3412なんですけども、同じくその四角形と同様ぐらい、もしくはそれ以上にフィニッシュゾーンに前進していく際に大事なことがあって、それっていうのが相手のセンターバックとサイドバック間をつく、ここを攻略していく動きっていうのがすごい大事になるんですよね。2人のポジションに間にあるこの感覚っていうところを走り込みながらとか、まあ、もともといるポジショニングだったりとかでもそうなんですけども、活かしながら、フィニッシュゾーンに前進していく。これっていうのはすごい大事なあの概念になってきます。じゃあどうやって活かしていくのかって話を、ね、していきたいんですけども、やっぱり、3412の構造上、ここの間隔ね、4番、5番、もしくは3番、2番の間を、生かすような選手っていうのは、やっぱり9番だ、フォワードだったりとか11番しかなかったりするんですよね。もしかしたら9番、11番がその固定役っていうところでね、相手の、その中間ポジションを取って、いわゆるより10番をフリーにさせるみたいなね、そういったところまではすごい便利かもしれないんですけども、いわゆるそれ以降で、じゃあ例えば10番が起きた時に、セカンドラインからこの感覚をね、生かして走り込むような選手とか、フォワードの選手が走り込むとか、そういった選手っていうのはやっぱりこの構造上少ないので、もしかしたら10番が受けるまではスムーズにいけるかもしれないんですけども、そこからじゃあフィニッシュゾーンまで、侵入していく、前進していくっていう意味では、そこまで相手からしたら怖くないみたいな印象が僕の中であります。はい。なので、そこをじゃあどうやって、どういった手段でこの相手のセンターバックとセンターバック間を活かしながらフィニッシュまで持っていけるのか、ここのパターンっていうのを2つ目見ていけたらなと思います。で、もうちょっとですね、あと5分ぐらいで終わるんですけども、もう一つのその相手のサイドバックとセンターバック間をつく方法っていうところですごい大事な話があると思ってます。特に皆さんみたいに2トップと、1トップ、1人のトップ下でプレイするようなシステムの場合っていうのは、ここがすごい大事だと思っていて、要するに何が言いたいかっていうと、このフォワード2枚と、2列目にいる選手との関係性っていうのはすごい大事になってくるわけですよね。で、要するに、この2枚の、じゃあ、9番と11番、2トップの選手の配置っていうのは、この2枚の周りにいる選手の数によって、もしくは配置によって、どこにポジショニングを取るべきなのかっていうのは変わってくるという話ですね。例えば、じゃあ、このシステムだと、構造上ね、もう1人しか2列目にいる選手がいないので、この場合っていうのは、相手のこの感覚をつくっていう意味では、基本的には、やっぱり相手のサイドバックとセンターバック間を2列目から走り込むっていうよりかは、2番と4番、センターバック間を2列目からの動き出しで走り込むようなイメージになるわけですよね。なので、じゃあ、そういった状況があるのに、例えばじゃあ9番と11番もこの内レーンを埋めるようなポジションをしてしまうと、この10番の邪魔をしてしまってるわけなんですよね。なので、そういったことから逆算をして、10番がこの真ん中の間隔、相手のセンターバック間に、2列目から走り込めるような状況を作ってあげるためにも、邪魔してあげないためにも、9番、11番の役割っていうのは、相手のサイドバックとセンターバック間に、割と2人組の関係性は距離感を離して、縮めるんじゃなくて、離した関係性、そうすることによって、ここの2番と4番の間隔を間延びさせると。で、もしかしたら今4番のところにね、これボールありますけども、ショートパスじゃなくてロングボールでこの2列目の動きから10番が走り込んで前進できるかもしれないし、ここっていうのはすごい大事に、なっていきます。2列目からの動き出しをする選手の邪魔をしないための2トップの配置ですね。はい。あとは逆もしかりで、例えばじゃあ3412からちょっと攻撃にもうちょっと分厚さを仕掛けたいから、先ほどは10番しか2列目の選手はいなかったところを、いやボランチの選手をちょっとね、同じ高さまで上げて、いわゆる2トップ下みたいなね、こういったバリエーションも考えられると思うんですよね、皆さんの中でも。うん。そういった時っていうのは、先ほどの1枚に比べて2列目から走り込む選手とか2枚に増えただけで、
この場合っていうのは、先ほど内レーンを走り込む10番の選手がいましたけども、2枚にポジショニングが分かれているので、ここは、2列目に 2枚いるときっていうのは、センターバック間の間隔を生かすというよりかは、相手のサイドバックとセンターバック、サイドバックとセンターバック間を10番、しっかり8番っていうのが2列目から走り込みながら生かす感じ。こういった配置になるので、この場合っていうのは、逆に9番、11番、フォワードの選手っていうのは、この10番と 8番の走り込みを可能にさせてあげるために、縮める。距離感、2人組の距離感をあえて近くする。縮める内レーンにポジショニングを取ることによって、2番と4番を内レーンに密集させると。そうすることによって、この外枠の3番、2番、4番、5番のこの間隔っていうのを間延びさせて、8番だったり、10番の選手を2列目から走り込めるような状況を整わせてあげる。これっていうのはすごい大事になってきます。なので、よくプロの世界とかでありますけども、一発で4番から逆のね、10番がこういったこう2列目からの動き出しを生かして、ロングフィールドで、フィニッシュに行くみたいなシーンっていうのは結構あるんですが、これっていうのは、あ、すごいなって観察するんだじゃなくて、そういった周りの動き出しがありきなんだよっていうところの目線まで皆さんも持てたらすごい大事かな。プレイヤーとしても、プレイの幅広がるかなと思ってます。まあ、逆に言うと、そういったところが理解できる選手っていうのがすごい賢い選手だと思いますし、味方を生かせるっていうのもね、すごい使いやすいというか、指導者からしても、こいつ頭いいなっていうような評価が得られるのかなと思ってます。はい。なので、この2つってすごい大事かなと思ってます。要するに、2列目の選手の数しかり、配置しかりによって、フォワードの2トップっていうのは、距離感を離すのか、あえて。もしくは、最後みたいに、あえて縮めて、相手のセンターバックを中に密集させて、こういった10番、8番が2列目から、ね、走り込めるようなスペースを、間隔を空けてあげるのか。ここっていうのが大事になってくるかなと思っています。はい。まあ、これっていうのが2つ目のテーマでもあったサイドバックとセンターバック間をどう生かしていくのかっていう2つのね、少しアイデアみたいなところをね、最後共有させていただきました。はい。ということで今日はですね、この辺りになるんですけども、